皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画、3回目は B 動詞の文章、これを疑問文にする方法、これを説明していきます。覚えることはこういうことなんです。 B 動詞の文を疑問文にするときには B 動詞を主語の前に移動して最後にハテナですね、クエスチョンマークをつける、ただこれだけです。簡単ですよ。では例を使って説明していきますね。括弧1、 I'm cool、 I'm cool、 ね、私はかっこいい、ナルシストですよね。これを疑問文にするとき、 I'm というのは I am、ね、主語の I とその後ろに am がくっついたのが短くなっているので B 動詞の am を前に出して Am I cool、 そしてクエスチョンマークですね。 Am I cool? 俺ってかっこいいって相手に聞くんですよね。もしかっこよかったら相手は Yes、 そしてその後ろはあなたはかっこいいですよと言いたいのでイエスの後は You が来るんですよ。 Yes, you are です、ね、You につく B 動詞は are ですから Yes, you are、ね、You are cool、 君はかっこいいよってこんな風に言えばいいですね。 Am I cool? Yes, you are. You are cool. こうなります。かっこよくなかったら、ね、No, youAren't、 もちろん No, you are not でも構いませんけどね。ここ下線が2つしかないので短縮形の aren't を使いました。 No, you aren't、 いやお前かっこよくないよ、 You aren't cool、ね、こんなこと言われたらちょっと悲しいですよね。 You aren't cool、 お前かっこよくないから、ね、で2番ですね。主語は You です。 You の時の B 動詞は R でしたから You are from UK、 You are from UK、 あなたはイギリス出身です。この文章疑問文にするときは B 動詞の R を主語の You の前に出して Are you from UK、 そして最後にクエスチョンマークをつけます。I'm from UK、 あなたはイギリス出身ですかって、こういう疑問文になりますよね。答える方は自分の子なので、もし出身だったら Yes、 自分ですから I am、 Yes I am、 ね、 I につく B 動詞 am でしたね。ですから Yes I am、 I'm from UK、Yes, I am. はい、そうです。I'm from UK. 私はイギリス出身です。こんな風な答え方になりますよね。もし違ったら、No, I'm not. No, I'm not. いえ、違います。I'm not from UK. No, I'm not. 違います。I'm not from UK、 私はイギリス出身ではありません、こうなるんですね。では次は3番に入ります。3番の主語たけしですよね。たけしにつく B 動詞は is でした。だからたけし is your brother、 たけし is your brother、 たけしはあなたの兄弟です。英語ではね、兄とか弟ってあまり区別しないんですね。ですから、まあ、あなたの弟です、あなたの兄です、どちらでも構いません。これを疑問文にするときには B 動詞の is を主語のたけしの前に置いて is たけし your brother で最後にクエスチョンマークをつけると、 is たけし your brother、
これで疑問文の完成ですね。答えるとき Yes だったらその後ろ、これたけしって男の子の名前ですから、ここには He が来ます。 Yes, He is、 He is my brother、ね、はい、そうです。 He is my brother、彼は私の、ここのところもね、ここ You are だと You are にしちゃう人いるんですけど、私の兄ですと、ね、答える方は自分のことですからね、私の兄ですと、前になるということも覚えておいてください。違ったら No, he isn't、 ね、いえ違いますと、 He isn't my brother、He isn't my brother、 彼は私の兄ではありません、こんな答えになりますね。4番です。主語は they、 B 動詞は are がつきましたね。 They are tired、 They are tired、 tired というのは疲れているという意味です。ですから They are tired で彼らは疲れている、こういう意味の英文ですね。これを疑問文にするときには B 動詞の are を they の前に持ってきて are they tired、ね、そして最後にクエスチョンマークと、 are they tired? Are they tired? 彼らは疲れているんですかという質問ですよね。もし疲れているんだったら Yes, they are、Yes, they are、 はい、疲れています。 They are tired、ね、彼ら疲れてるんです、こんなのありますよね。もし違っていたら No, they aren't、 No, they aren't、 いえ、違います、疲れていません。 They aren't tired、ね、No, they aren't、 They aren't tired、 彼らは疲れてなんかいません、このように答えるわけですね。じゃあちょっと、休憩として初めて会った時の挨拶についてお話しします。人と初めて会った時の挨拶、日本語だったら初めましてですよね。英語ではNice to meet you、 こう言います。 Nice to meet you、 会うってのは meet 以外に see があったんですけど、初めての時には meet を使うんですよ。なぜかというと meet には知り合いになるという意味が含まれているんですよね。知り合いになるというのはそれまで知らなかった人と会った、そういうことですから Nice to meet you と言います。そして最後に別れる時にはこんな言い方になります。Nice meeting you. Nice meeting you. 今日はお会いできてよかったです、ね、嬉しかったです、こういう意味ですね。 Nice to meet you、 初めて会った時の挨拶、そしてその人と別れる時の挨拶は Nice meeting you。 じゃあ知り合いと会った時にはもちろん Hello でもいいんですけれど、 See を使った言い方、知ってる人と会った時 Nice to see you、 こちらが See を使うんですね。 Nice to see youね、または Nice to see you again、 あ、また会えて嬉しいよ、こんな感じです。そしてその人と別れるときには Nice seeing you、 ここも ing 形を使って Nice seeing you、 あ、今日は会えて楽しかったよくらいの意味になります。この後は、これまで学習した B 動詞のまとめ、これをやっておきます。これまで学習した B 動詞のまとめです。ここでは B 動詞3つ覚えることになっていました。それは Am、 Is、 Are、 この3つです。どの B 動詞を使うかは主語が何なのかによって変わっていました。具体的にはこうでした。主語が
I、私の時に使う B 動詞は am。 主語が You、 あなたの時には are。 He、 彼の時には is。 She、 彼女の時には is。 We、 私たちの時には B 動詞は are。 They、 彼らの時には B 動詞が are。このようになっていました。括弧に I'm at home、 私は家にいます。これを否定文にするときには B 動詞の後ろに not をつければよかったんですね。 I'm は I am を短くしたものですから am の後ろに not をつける、こうなりますね。 I'm notAt home. I'm not at home.、ね、これで私は家にいませんということになります。カッコさんは、Ken が主語なので B 動詞は is を使って、Ken is your friend. Ken is your friend. これを疑問文にするときには、この B 動詞を主語の前に置くと。ですから、is Ken?Your friend、 そして最後にクエスチョンマークをつける。 Is Ken your friend? Ken はあなたの友達ですか、とこういう疑問文になります。で、 Yes で答えだったら Yes、 Ken は男の人ですから Yes, he is。 はい、そうです。 He is my friend。答える人は自分の友達ですから、これが Your friend に引っ張られてようにならないように、ね、私の友達ですの前に書いてください。 My friend、 He is my friend、 こうなります。彼は私の友達です、と。違ったら No, he isn't、 ね、いいえ違います、と。 HeIsn't my friend。 彼は私の友達ではありませんね。 No, he isn't. He isn't my friend。 このようになります。これで今日のまとめは終わりです。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。